はいスタートですスタートはまずは7番ですね、7番の岡村選手がスタートを取りました、南関東、静岡ですね、ラインが前となります、5番、7番、8番です、そしてその後ろに河村選手が位置してますので、河村選手は今日は松原選手とラインを組みますね、近畿勢です、1番、9番です、そしてその内側に室井選手がいて、外には6番の河村選手。 川口選手がいますので、6番3番ですね。この2人が後方となって、さらに後方2番4番一橋選手に安倍選手福岡両者ですね。このような4分線が展開されております。前を取ったライン3者の矢口選手ですね。徹底先行と言っていいでしょうね。前を取って引いてどこから。 もしかすると突っ張るかもしれないですしね、えー、そういう戦法も考えていたのではないでしょうかね、まあ、岡村選手も、まあ、失格もありますのでね、ね事故点ありますので、まず前を取ってから、矢口選手に託そうというところなんですけども、まあ、やはりこのラインが一番有利なのかなと思いますね、ライン三者、後方から抑さえてきた選手がね、えー、いたところを矢口選手が突っ張ったり引いたりするんですけども、あとは、えー、ポイントなのは、川村選手の。えー 状態がどこまで回復しているかですよね、前回落車していますのでね、まあ、その辺がどこまで、えー、調整ができているのかという感じなんですけれども、まあ、その後ろにつく9番の松村選手もね、立て足のあるコース取りもいい、いい追い込む選手なので、やはり河村選手のスピードをもらえれば、どこからでも突っ込んでくれるらしいは十分にありますよね、えー、そしてその後ろに昇級してきた川口選手ですね。川口選手がベテランの 村、えー、井隆唯選手を連れてやっぱり攻めるレースですよね、やっぱり見ていると、やはり先行というよりは、もう本当にスピードのあったところを勝負するタイプなので、非常に気持ちの強い選手だと思います、えー、こういうタイプの走り方も、ね、出てきて、ね、非常に競輪が盛り上がるのかなと思います、残り2周半ばで一足選手が切った後に川口選手がすかさず先頭出ましたね、このスタイルも非常に、ね、川口選手はいいと思いますよ。えー 矢口選手は、まあ、俺が主導権だとばかりね、えー、取るんですけども、まあ、ここで出切ったので、一回流しますよね、流したところでスピードのあったところで、6番の川口選手が3番、えー、3番手の飯尾選手にね、1取りいくんですよね、体当ていきましてね、こういうところがやっぱり気持ちの強さを表しますよね、そして4番手に落ち着いたんですけども、すかさずまたここで、ま、え、ぐ、ー、りにいくわけですから。 この気持ちの強さというのはね、非常に評価できるんではないかなと思います、少し巻き戻してもらっていいですか、このまくりに行ったときに、飯尾選手と6番の川口選手が少しバッティングするところで、室井選手が接触してしまったのですよね、そして最高峰にいる9番の松原選手の動きに注目してください、ここでは見えないはずなんですよね、しかもここで2番、3番が落車した間ですよ。 間、ここはね、えーまあ、ラッキーだったかもしれないんですけども、そこからまた諦めずに大外伸びてくるわけですから、この縦足が秘めながらの、普段マークをしているわけですからね、本当にスキュー選手というのはすごいなと思いましたね、松村選手、お見事でしたね。